こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は筋トレをしてきて良かったこと3選ということでお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、筋トレをしてきて良かったこと3選ということなんですけれども、私自身ですね、筋トレをまあやってきて20年近くになるんですけれども、良かったことを考えると本当にたくさんありすぎて、なかなかこう3つには絞れないんですけれども、その中でもですね、3つ、大きく決めるならここかなっていうところで、個人的にですね、筋トレをしてきてこういうところが良かったなと感じることを、単純にお話しさせていただければと思います。それではもう早速なんですけれども、まず1つ目、体力がついた。単純なことなんですけれども、普段の生活をする中でですね、仕事をする時、日常生活、家に帰って家事をするとか、そういう時にふとしたところで非常に、よく感じます。具体的に言うと、例えば、家族で出かけた時に、奥さんはですね、同年齢なんですけれども、すぐ歩くと休憩したいとか、座りたがるんですけれども、私自身は普段ですね、筋トレして筋肉も一般的についているせいか、そんなにね、すぐ疲れないんですよ。階段を使ったりとかですね、上り坂を歩く時でも坂道がちょっと楽しかったり、階段を上るっていうことも、何気なしにね、行えるんですけれども、これってやっぱり筋トレをされてない方とか、運動不足の方って、それ一つが非常に苦しいと感じられることだと思うんですけれども、そういったところがないっていうところとかですね、これも普段の日常生活なんですけれども、家庭で家事をする機会があったりして、一回やっぱり腰を下ろしてしまうとなかなか立てないっていうことがあると思うんですけれども、割とフットワーク軽いって言われるので、これも立ったり座ったりする動作っていうのも、そんなに苦じゃないので、そういうところで体力がついたのかなと。これは日常生活で非常によく感じることかなと思います。その他、同級生ですねと会う機会があったりすると、見た目であったり、その体型からですね、ちょっと若く見られたりですね、子供の運動会とか普通に公園で遊んだりする時も、比較的ですね、同じ年齢の方に比べたら動けてる方なのかなと、自分では思ったりして、これは結果的にですね、体力っていうのはついてるのかなと。筋トレを行うことで基礎筋力がつくということと、心肺機能も上がって身についてるのかなと非常に感じることなので、1つ目に挙げさせていただきました。続いて2つ目、自信がついた。これもですね、筋トレをされてる方、そういうふうに感じられてる方も多いんじゃないかなと思います。で、私自身はどういうところで自信がついたかというと、今までの人生の中で一番長く続けれていることが筋トレなんです。その次に続けれてたってことが野球なんですけれども、これは学生時代から12年間続けてきて、その後は草野球とかで、行うこともあったんですけれども、もう今数年全くボールも、グローブも触ってないという状況なので、この筋トレが20年近く続けてこれたっていう一つのことが、まず自信になっているというところと、もともと体型としては細身でですね、体もそんなに強くなかった方なんですけれども、今でこそマッチョとは言わないですけれども、一般の方よりは筋肉がついてですね、見た目っていうのも変わってきて、やっぱりちょっとずつのこの積み重ねが体をこうやって変えれてきたっていうことの自信ですかね。あとはですね、以前動画でもお話しさせていただいた、筋トレをすることでポジティブな前向きな思考になるようになったので、私自身も他の趣味っていうのがあんまりないんですけれどもね、筋トレをすることが一つの趣味になってまして、モヤモヤすることとかストレスを感じた時に筋トレを
行うとすっきりしたりポジティブな気持ちになって自信につながることがありますので、まあ、2つ目にですねこの自信がついたっていうところを挙げさせていただきました。3つ目、食事の楽しみが増えたというところです。でこれもですね普段まあそんなに味覚が優れていて食へのこだわりっていうのはそんなにないんですけれども、まあ、これどういうことかというと食事に対しての興味であったり理解が深くなったのかなと自分では感じます。極端に言うとですね白いご飯一つにしても以前はですねもう何気なしに食べてました。で白いご飯だけ食べるっていうことは、まあ、なかなかこう考えられなかった。何かやっぱおかずがあってないしはふりかけとかがあって味をつけてご飯を食べるとか、今はこう白いご飯だけでもやっぱすごい美味しいんですよね。炊きたてのご飯一つにしても塩むすびとか具が何も入ってないおにぎりでも美味しく感じる、そのものの旨味とかそういうのを感じられるようになったのかなと感じます。これは減量とかダイエットも含めて経験したからそういうふうに感じれてるっていうこともあるんですけれども、やはりこう体作りとして食事栄養を気にするようになってからですね、好き嫌いっていうのももともとあんまりない方なんですけど、一つ言うならレバーですね。牛肉とか鶏肉のレバー、焼きレバーって非常に苦手な方なんですけど、そういうのもここ最近はですね非常に美味しく感じるようになりました。これはもうその栄養素的なものも含めてですね考えながら食べるとこう身に染みるというか、そういう風に変わってきたので、何かこう自分の中でも筋トレをし始めて変わったのかなと感じる部分がありましたので、これも3つ目に挙げさせていただきました。あとこの3つ目のポイントでもあともう1つあるんですけれども、食べたものっていうのを結構記憶できるようになりまして、日々食べるものっていうのはある程度は決まってるんですけれども、こう1週間前の日曜日に何食べたかってこう考えるとパッと答えれたりとか、3日前こんなものを食べたとか、特にこう個人的な価値観で言うと美味しいものっていうのは本当にこうたまに食べるからより美味しく感じると自分なりに思ってるので、そういうたまに食べるものっていうのは記憶に残るようになったのかなと自分では感じます。ということで、今日はですね筋トレをして良かったと思うことについてお話しさせていただきました。今日ご紹介させていただいたのは個人的に思うことですので、皆さんもそれぞれですね筋トレをされている方で、こんなこと良かったなって思われることがたくさんあると思いますので、ぜひですねそういったところもコメント等で教えていただければなと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やセール情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。